野村監督との冷めた関係を乗り越え、二冠達成への軌跡。2006年に楽天の監督に就任した野村克也氏は、山崎武氏を最初は無視していましたが、2月中旬に初めて会話を交わし、徐々に関係が改善されました。山崎氏は、野村監督が自分を観察していたと後に知り、3ヶ月かけてコミュニケーションが取れるようになったと振り返っています。みんなの反応。山崎が野村監督を胴上げしたいと思ったのは特別で、野村監督は人間関係を築くのが本当に上手なんだよね。野村監督は選手の能力を最大限に引き出す指導ができる人で、勝利にこだわるドライな面もあったけど、選手からは尊敬される温かみもあったんだと思うよ。門田さんは忠告を聞かないけど、山崎さんは聞く耳があって切れやすいけど善人だから関係がうまくいったんだね。山崎さんはボールを飛ばす力がすごくて、野村 ID の環境にいて大横綱とも仲良くできる運命の持ち主。熱血感で優しい人だと思うよ。山本まささんと YouTube で動画撮ってるよね。他の野球選手のチャンネルにも出てるけど、星野監督の話が一番面白い。野村監督とは親しくて、一緒に食事や韓国旅行にも行ったって言ってたよ。野村さんは山崎を監督向きと褒めてて、成長したベテラン選手を可愛がってたみたい。ノムさんが山崎武史さんに対して見栄えや態度についてのアドバイスをしたエピソードが好きだという話です。ノムさんは山崎さんを高く評価していて、タオさんのきっかけとノムさんの指導でホームラン王になれたのではないかと考えています。こんな幸せな晩年を過ごせた選手は少ないでしょう。若い頃は尖ってたけど、年を重ねて丸くなるのが大事。50歳で失敗して気づいたけど、出会いのおかげで穏やかに優しく生きたいな。山崎がベテランになってから覚醒してタイトルを取ったのは驚きで、年を取っても若くいられる姿勢に希望を感じた。炎上しそうだけど行動に意味がある。山崎氏が野村監督に挑むのもすごい。活躍する選手は芯があるね。山崎さんが楽天の4番だった頃は本当に打ちそうな雰囲気があって、実際に打ってたよね。日本人スラッガーとしては今でもナンバーワンかも。浅村選手にはもっと頑張ってほしいな。楽天イーグルスの昔の個性派選手たちが懐かしくて楽しかったな。監督はマネジメントが大事で、選手の能力を引き出すことが重要。技術はコーチに任せるべき。山崎さんの記事、最初から読んでて好き。監督変わっても HRO2 回、45歳まで現役はすごい。山崎さんとノムさんのエピソードで好きなのは、ノムさんと大豊さんの和解と、ノムさんからの突然の電話。特に後者は感動的。ノムさんにとって山崎さんはやんちゃだけど話せばわかる息子みたいな存在だったんだろうね。人との出会いは人生を変えることがある。山崎さんはプラスになる野村さんに出会えてよかったね。ノムさんは人たらしじゃないけど、一度仲良くなるととことん付き合ってくれるんだって。人付き合いって大事だよね。人生に影響するし、どこで左右されるかわからないことも多い。若い世代は大丈夫かな。野村監督は多くの選手を再生したけど、特に古達也さんには全てを教えた。山崎さんはアドバイスを素直に受け入れて成功。新庄剛志さんには手を焼いた。山崎さん、楽天で HR 量産のコツつかんで再ブレイクしたんだって。山崎は楽天でタオとの村に理解され、良い指導を受けたから続けられた。山崎さんはプロ入り後から北の湖さんを兄貴分としたい。結婚式や旅行も一緒だったんだね。北の湖さんが亡くなってもう8年か。ノムさんは問題児をその気にさせるのが上手で、山崎武史八重もやんに自信を持たせる言葉をかけた。野村監督の本は野球以外でも役立つ知見が多くて勉強になる。山崎がノムさんに気さくに話しかけるのに驚いてた。北の湖が仲介してくれたけど、協会での変化は難しかったかもね。無視されても考えて行動できる人は伸びる。巨人の大城も誤解されやすいタイプ。ノムさんがうまく操縦したのはさすがだね。人間関係は会話で良くなるけど、最初から良すぎると後でがっかりするかも。みんなの反応としては、野村監督の人間関係構築力と選手育成力を高く評価する声が多いです。山崎さんとの関係が改善されたことを喜ぶ意見が目立ちます。少数意見としては、山崎さんの個性や他のセンスとの比較を楽しむ声や、若い世代への懸念を示す意見も見られます。当チャンネルの意見としては、野村克也監督は選手の能力を最大限に引き出す指導力を持ち、山崎武史氏との関係も時間をかけて築かれたものだと感じます。最初は冷たい印象を与えたかもしれませんが、観察を通じて選手を理解し、信頼関係を築く姿勢が見受けられます。
山崎氏のように監督の意図を理解し柔軟に対応できる選手との関係は特に良好だったのではないでしょうか。